でもちょっとこれじゃない、俺が天狗って言いてんのかよ。うん、違うよ。なんだよ、カジキマグロ。なんだそれは、おい。なんだそれは、おい。いただいていい？いただいちゃってくれ。いただいちゃえ。あ、そう、違う違う違う、こっちの面じゃないよ。こっちの面じゃないよって、どうでしょう。どうも、ダブロック TV です。本日のゲストはトータルテンボスのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。前回100ボケ100ボケで来ていただいて、はい、300万再生を。えぐいですよ、これ驚きでした。僕らも驚きで、本当にびっくりしましたね。いやだから今、我々のそうでないね、うん、Z 世代とかにめちゃめちゃ声かけられるんですよ。そうだね、そこはだって抑えてなかった、ね、抑えてないのに、うわ、なんとタルテンボスさんですよね、見ましたみたいな、うん、そんな、トータルテンボスのために新企画用意しました、はい、トータルテンボス生配信でボケてボケて押しまくりドッキリ。なんですかそれ。あの100ボケ100ツッコミのあの感じもう一回見たいなと思って、はいはいはい、でいろいろ考えた結果、はい、これから2人にはターゲットの女性が進行を務める偽の生配信番組に出演してもらいます。なるほど。で MC の女性には時間厳守と伝えてるんですけど、はい、トータルの2人がオープニングからずっとボケて進まなかったらどうなるのかっていう。なるほど、はい、っていうと自由に遊んでればいいってことですか、はい。でターゲットはこちらの方です。田中美咲さんということで、ホリプロスカウトキャラバンのファイナリストにも選ばれた20歳の若手女優さんなんで、まだドッキリには気づかないから。なるほど。で彼女はデリバリーアプリのメニューで注文できる絶品デリバリーグルメを3品紹介する30分の生配信番組っていう、しかもベテランの芸人さんが来るから大丈夫よって言ってるところで、はい、そのベテランの芸人がずっとボケ続けるっていう悪いな企画。本当に笑えるのかってことですよね。進行に追われてしまうのか。逆に言うとそんな普通だテンパっちゃう子を、はい、笑わせてほしいっていう。なるほどね、はいはい、それをもう凌駕して笑わせてほしい。忘れさせちゃうぐらい、忘れさせちゃうぐらい、はい、荷が重すぎませんか。なかなかハードだ。大丈夫かな、はい、新人さんですね。ボケまくることは可能だけどね、うん、頑張ります。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ今田中さんに、うちのディレクターからですね、企画の説明しております。あの時間必ず守らなきゃいけないので、はい、あの必ず3品流せるように準備していただくと、はいはい、田中さん緊張してるだろうな。そしてこの後すべての段取りをトータルテンボスが壊していくことをまだ知らないからな。はい、じゃあ生配信参ります。5秒前4、3、2。メニュープレゼンツ今すぐ買えるライブグルメ始まりました。さあお腹ペコペコの皆さん、タイムがスタートするということになっております。司会進行の田中美咲です、そして番組を一緒に盛り上げてくれるのはこの方々です。どうもどうもどうも。さあ始まりました。よろしくお願いします。どうだ、まあ、手を遠ざけすぎるのが大丈夫だと思ってるでしょ。ここにあったか。こんなとこに忘れてたのかよ。いや、前ね、来た時にね、これ忘れちゃってて、ダメだよ。ここか、ない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 と思ってたら、めちゃくちゃ部屋寒かったからな。こんなとこにあったんか。ごめんなさいね、本当に。ごめんなさいね。ごめんなさい、ごめんなさい。すみません、もう座っても大丈夫か。はい。ねえ、座んないとね。いやいやいや。よいしょ。よろしくお願いいたします。お願いします。どうしたどうした。なんかこう、座りが悪いな。おいお前、ちょっと後ろ見てみろよお前、ハンガーかけっぱなし、ハンガーのまんま来ちゃってません。結構ね急いじゃってきたから。ここまで許容範囲 ね、バカだね。サボケぐらいまではね。あ、優しいベテランってこんなの用意してくれてるんだ。なんだろうな、なんか重てんだよな。なんかお前コード出てんぜ。アイロンだよおい。あかけっぱなしだったわ。アイロンをかけっぱなしで来ちゃってるから、こう来ちゃってるからね。いやー、こう3つ目、ちょっと多いぞって思ったの、ね、ちょっと多いかもっていう、大丈夫なのかな。でもベテランだから大丈夫だろうな、ね、ごめんごめん。いやいや、これで段取り終わったのかなと思ったの。どうもどうも、はじめまして、トータルでテンボスです。はい、よろしくお願いします。コムデギャルソンみたいに言うあ、デが多かったか。デが多い、コムデギャルソンみたいにね、トータルデテンボスなんてね。ごめんごめん、フォークダンスで鳴子坂みたいに言っちゃった。あ、そっちだったの、ね、本当に、うん、生放送でお届けしているこの番組は、自己紹介はまだあれ、何じゃん。はじめまして、今回進行を務めさせていただきます田中美咲です。田中さん、はい、よろしくお願いします。普段はミュージカルを
やってるんだ。昔ねドラマとかすごいいっぱい出てましたもんね。あれ、あ、出て大人の東京マガジンとか出てる。いや、田中美佐子さんじゃねえよ。深澤さんの深澤さんのテイク2の深澤さんの深澤さんの相方、深澤さんの奥さん、田中美佐子さんじゃないよ。田中美佐子さんじゃなかったです。田中違いだろ。美佐子さんだと思う。本物の聞かせてくださいよ、本物の。何、田中さんの本物のやつ、あのセリフ、あの純ホタルのやつ。国枝さんでもねえよ。田中国枝さんでもねえよ。弱えって、美佐子、美咲さんと美佐子の後に国枝は全然違うじゃん。弱えよ。なるほど、なるほど。大人気デリバリーグルメを今回3つ紹介していきます。あのお得なクーポンも3つと言わずに5つなんですね。本当に3つなんですけれども、はい、なるほど、ね、お得なクーポンの情報もありますので、ぜひ最後まで見てください。よっしゃよっしゃ。僕らね、本当にトータルテンボスって言いますけど、知ってるのかな。知ってます。俺たちなんか知らないでしょ、本当は。あのテレビで、テレビで。そんなだって何歳、当たり前だよね。だってめちゃくちゃ有名だもん、俺。20歳じゃん。絶対知ってて、はい、俺らお前なめんな、知名度。え、半端ねえ知名度あるぞ。自分で言うんじゃない。恥ずかしかんとか何でもない、それは。ちょっと 痛くない、ね、いや、もうこのくらいがいいと思います。はい、でもちょっとこれじゃない。なんだよ、このくらいがいいですよ、ちょうどいいんです。俺が天狗って言ってんのか、山は。違うよ。なんだよ、カジキマグロ。なんだそれは、おい。なんだそれは、おい。油乗ってますね。油乗ってていいみたいですよね。いや、そんなに。いいね。さあ、4分経過しました。知ってます、本当に。僕が藤田と言います。藤田さん。あの、濁らない。藤田ではないです。藤田ではない。いや、大体濁らねえだろ。田中の田で。田中の田で。はい、お前、山崎さんが、お前、山崎さんって言われた時のお前、こだわり見せるんじゃない。藤田ではないんですよ。藤田では。山崎さん、すごい人の気にするからな。気にするよ、山崎は。山崎って言われた時に。うん、山崎ですぐ言うけど。お前は絶対藤田しかないのよ。田の方なんだ。ちなみに、トータルテンボさんは、お好きな戦いだな、これ。ありますか。食べるの、僕から。僕は知ってるな、名前。あ、個人名。僕、藤田。田で。で、僕は大村って言うんですけど、もう間違いない。シシドじゃないですよ。間違えるか、お前。全然違うじゃないですか。大きい村帰ってきた。大村だろ。シシドって間違えるやついねえ。よく間違えられてね、シシドに。大村智弘なのに。シシドエリカって間違えないその名前、まあ、ということでね、皆様、皆様ということで、シシドエリカは一品目一品目に行きたいと。ちょっと待って、あの俺らの好きな食べ物、あ、行きますか。あ、これ聞きできてなかった。僕の好きな食べ物ね、はい、俺なんて、ちょっと待ってね、あれね、結構名前難しいんだよ。そんな落ち着いて、落ち着けばいい。すげえね、好きなの、うん、あんまりね、よく食べるもんじゃないんだけど、これ番組的にこれ言っときたいんだろう。うん、ちょっと待って、名前がね、好きなんだけど、大丈夫だよね、出てこねえんだよね、あの中華の、いい、あれ、ちょっと待って、しっかり思い出そう。ちょっとごめん、ほんと、ほんとごめん、ちょっと待ってください。中華までは出てるから、うん、ね、難しいんだよね。何、ちょっと出てこねえな。こんな好きな料理も出てこねえやつ。出てこない、出てこないです。まで出てきたのにな。ごめんなさい。僕の好きな漫画は漫画の話なんてしてねえよ。スラムダンクなんだよね。スラムダンク見たことあります？ありますよ。知ってる？よかった。世代ではないでしょ。田中さん偉いな。世代ではない。田中さん偉い。キャラクターある。いや、そこまでは巻き込まれてる。まだちょっと、まあ、初心者ちょっと、まあ、入門なんで。三井の名言ってあるんだけど、うん、めっちゃいいの。これ本当、もしかしたらもう三井っていうかスラムダンクの中で一番の名言だよね。あれはそうだよね、うん、知ってるかな。リョータ、ヘイ、パス。あれが痺れるよね。どこで痺れてるんだよ。でパス要求する。先生、バスケがしたいですだろ。リョータ、ヘイ、パス。三井のそんなとこ誰も感化されないよ。漫画とか見ます？7分経過してます。漫画は最近入門し始めました。タッチとか、僕タッチが好きなんですよ、野球やってたんで。タッチが分かるのかな。知ってます。あの有名なシーンね。もうタッチの、ね、もうあそこだ。亡くなっちゃった、うん、あのね、双子の兄弟が亡くなっちゃった後のあの、うん、達也と南がね、こう恋愛して、うん、和也、うん、ということで、もうごめんなさい、これだけ言わせてください。あのちょっと打ちどころが悪かっただけでこんな死んじゃうんだぜみたいなね、あのみたいな。全然違うよ。その前だよ、その直前。何、綺麗な顔してんだろ。ああ、そっちよりさ、ちょっと打ちどころが悪かっただけ。その後なんだよ。よく覚えてんだ。そこ、そなんでよく絞り出したな、お前。ということで、まもなく一品目に行きたいと思います。ちょっと待って、当てさせて。あれ、お一品目
品目でしょ、だいたい一品目はあれか、一品結構ポピュラーな感じなんだよね、うん、おなんだろうね、ね、一品目、うん、ちょっと待ってね、だから一般的にこう出てくるやつだよねそうだね、うん、もう家庭に、ね、うん、並ぶやつ、うん、あ、違うな、ちょっとどうした、いや、これかな、じゃあやっぱ当ててんじゃん、うん、まあここ当たったら盛り上がるよね、うんうん、ちょっといいよ、2回目だけどね、黄色い、あ、ヒントくれたヒント出しに行った田中さん、黄色と赤、黄色と赤、ちょっと震えてきた、いいよいいよ、そんなプレッシャーかかんない、自分で思ったの言えばいいんだよ、ちょっと出てこないです、いや、なんだそれお前、紹介しますよ、何回やんだよ黄色と赤だろ、うん、オムライスじゃない、正解です、いや当ててどうすんだよおいオムライスだ、ということで今回当てちゃダメなのよ芸人は、けれども黄色と赤、はい、一品目オムライ ス, ライス、こちらは、うん、東銀座にお店を構える大人気店でございまして、喫茶ゆうというオムライス屋さんになっています、そこまで言う、はい、早見優知らないイラッとくるぞこれ、でもオムライスはマジでうちのお母さんマジで得意料理だから、はい、あらあ、これ楽しみですよ、はい、もうハードル上がっちゃってるからね、出身地がね我々、うん、一緒なんですよ、そう、コリン星、いやお前優コリンかっけど俺たちコリン星だからコリン星じゃねえよということで、ではお二人に、はい、食べていただきたいと思います、もう10分経過してるからお母さんの味超えれるかな、はい、お楽しみです、ね、さあ出ました、もう10分経過です、おいしそう、これはどうですかこの見た目は、見た目はまずね、ちょっとね、いつものオムライスと違うね、お母さんのオムライスとは違う、ユウのオムライスは本当にうまいからな、感じがする、でも相当うまいからね、ジョーカーさんこれ食べねえな、これ食べねえだろう、カレカレが得意料理なんだけど、えカレカレって何？カレカカレー？カレカカレーがカレーじゃない、カレカレー。あのフィリピンの料理なんだけど。お母さん。お母さんフィリピン人だから。あ、マジか。そうだよ。親父がね、ちょっと再婚してさ、僕の二神戸。フィリピンの方とご結婚されてね。そうそうそう。で名前なんだっけ？ミルナボンド。ね。でもね。そのなんだろう、うちのさ子供にとってはおばあちゃんが3人いることになるじゃん、そう、奥さんの、大村の奥さんのおばあちゃん、お母さんとね、うちの子供たちにとってはお年玉が増えるよね、それラッキーだね、うん、おー、そういう意味では子供たちにいいことしたから、三つ口からもらえるからね、ということで、ちょっと視聴者の皆さんがちょっとお味が気になってるっていうので頑張るね、おい曲げろよお前、あ、増えちゃうんだけど、えんえんペソなんだよ、あそこ円に変えろよ、ぜひ食レポを、ね、食レポ皆さんお願いします、うわお、お視力検査じゃねえよこんなの、こんなのやりがちだよ、ねね、やりたくなっちゃうねウルトラマンとかやったこのちょっとやっちゃいます、うん、これはでしょうか、ジャムですか、ジャム、いちごジャムではなく、美咲ちゃんのね、さっき献血した血だよね、あ、血なんて気持ち悪いな大好物、大好物、ドラキュラかお前、あ、違うね、違うよね、違うって酸味がすごいね違う、じゃメインそこじゃないのよ、うん、バカだから、ごめんね、いただきます、はい、違う違う福神漬けね、美味しい福神それ福神ということで、あと2品ありますのでちょっと頑張りますよ、皆様、はい、2品って、あの松方弘樹さんの2品最近結婚されたよね、そうだね、あ、うん、卵はトロトロの半熟仕上げになっております、でライスはオーソドックスなケチャップライスなんですけれども、情報だけは言って自分は関係ないぞっていうのがポイントだそうです、こん、なんていうのお前やんなかったって、やんなかったちっちゃい子、ちどこ、あの横浜です、横浜です、あ、ベトナムの、ちげえベトナムの横浜ノルウェーだろ、あの、15分経過してます、はい、おっと横浜のどこから、
横浜は横浜ですね、うん、横浜か。お店があの歌舞伎座の隣にあることから市川染五郎さんなど数々の歌舞伎の役者さんが、はい、ご用達している大人気店、ね、大人気メニュー。染太郎さんはね、はいはい、あのいつもより多く回ってますね。おなじみだけど市川染五郎さんはいつもより何まということで、今食べたいと思った方はヌートバー、トータルテンボスさんが発表するキーワードを注文時にご入力ください。そしてなんと500円引きでご提供させていただきます。500円引きって言ったらこれタダになっちゃうの、はい、ということでちょっとこれ500円、はい、ということでキーワードキーワードをぜひちょっとファイブコインで100円で出すの。はい、おっと、 CM かいい、うまいね、回し方ね。いやこれ食べた感想12分だから12分ぐらいで、はい、そのまま出しないければなと。ああ、なるほど。頑張ります。芸人だからちょっとね、ボケなきゃ。そう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 。結構成立してるからね。やりたくないんだよね。だけど、こ大丈夫だから。はい、もし何かあったらね、我々が、もう、美咲ちゃんは全然大丈夫。そうそう、俺たちがね、全部責任取るから。頼れるな。頼れるトータルテンボスが、いるから大丈夫だと思ってる美咲ちゃんも。CM 明け10秒前です。じゃあ、感想からいこうか。はい。ね、感想。CM 明け食べるところからいきます。はいはい。今5秒前。4、3。さあ、CM 明けます。じゃあ、はい、いただきます、はい、あ迎え入れるタイプだよね、うん、うまっ、入れていくタイプって迎え入れるタイプ、うん、これだからすごいトロトロだし、うん、食べやすいから、うんうんうん、こういうのがいらないかもしれない。でももう本当にすごい卵白だな。お前ついてるよ。え、ついてる、口の上に。あ、本当だ、ヒゲが。あ、ヒゲかい。ちょっと食べな、お食べ。うん、これうまいぞ。いや、一粒ずつ食べるタイプの人時間すごい食事の時間。これ見さちゃうまい。イタリア人よりも蒸しの時間長い。ということで、うん、皆さんメモのご準備はよろしいですか。めっちゃうまい。ではメモの ご準備、トルネードトーク、はい、キーワードの発表をお願いします。キーワード、はい、キーワード、あ、これこれ、なるほどね。まずまずオムライス。絶対ダメだろ、お前。やめてください。ダメ、ダメです。ギトギト油。ダメです。ダメです。ダメか、ダメか。あ、ふわふわご飯。トロトロ卵で。白コロホルモン。違います。はい、はい、続いて2品目のデリバリーグルメを紹介させていただきたいと思います。2個目だけは当てよう。オムライスだ。もう出た出た。2個目。またオムライス。10個目うまっ、うん、なんか千鳥のノブさんみたいなツッコミし始めたんだけど、田中さんが。和洋中で言ったら、いい線だね。ヨーヨーで来るね。ヨーヨーヨーチェキラーヨーヨーヨーでしょ。何なんだ。面白くないやつだよ。ああ、そうかそうか。ということで、行っちゃいますよ、もう。行っちゃいます。残り7分です。あ、7分駆け込んでいきましょう、はい、芝公園にお店を構える大人気店、はい、マンチーズバーガーシャックさんのコルビージャックチーズバーガーです。チーズバーガーだったんだ。バーガーか、挟まってる。お、結構ボリューミーで、はい、うわ、すごい。これいいの食べちゃって。では早速食レポお願いします。あと残り一品の、ね、残っていますので、ね、これね、すごい飲む人。すごい飲んじゃうね、いつもケチャップを。体に良くないよ。酸味すごいね。酸味すごいと同じ感想だから、きっと。僕ね、ハンバーガーの食べ方ね、ちょっとこだわりがあります。はい、はい、こうあるでしょ、はい、あれ分解して食べるんです。いや、一緒に食べましょう、うん、分解して食べたらハンバーガーの旨味が一番分かる。せっかくのバーガーを、はい、あー、ベテランが、ベテランがクソッと思ってる田中さん。なんで2017年にトランプ前大統領が来日した際に立ち寄ったお店としても話題を集めて。そうなんだよ、めちゃくちゃ美味しいんですよ、マンチーズは。トランプさんと日本
日本の首相はその時、花札さん、うん、で赤身と油のバランスがいい勝負ね。花札さんとトランプさんの対談は対談ね。アンガス牛でアンガス牛ね、はい、肩ロースを使用した幅ごたえのあるのに柔らかいパティが特徴なので、はい、意味ないよねこれね。肩に置くものこれ。肩当て？今日7回前投げたからね。先発だったっけ？ね、先発投手みたいになってるね。これはすごいわ。うん、なので今食べたいと思った方はこれからトータルテンボスさんが発表するキーワードをご注文時にご入力ください。うん、ではこれ、はい、発表します。はい、トロトロ卵。それはさっきのです。昨日です。これはじゃあどういう系のキーワードにする？食材、さっきお肉が、実際はアンガス牛ってキーワードが出てますからね。お肉が良かったと思うので、うん、ハフハフアンガス牛って言いました。あ、うん、あ、アグーアグーアグーアグアンガス牛モンテスキュー何でもなくはない。モンテスキュー、モンテスキュー、うん、もっともっとハイキングウォーキング9 あ、分かった、江戸はるみグーアンガス牛なんだよ。アンガス食べ応えがある、はい、続いての3品目いきたいと思います、ね、うん、カツカレーうどんとなっておりますので、もう言ったクイズ当てたいって。カツカレーのうどんです。カツカレーね。なのでちょっと最後に愛はカツカレーなんつってね、おカンさんが歌ってるね、はい、知ってるかな。愛はカツんだ、愛はこと知ってる、はい、愛はカツ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 って浦和レッズの応援団とかそう、浦和レッズの応援団、浦和レッズの応援団、そうか、そうということで、うん、カツカレーうどん来た、はい、来ました。うわ、なるほど、すごいね。早速食べて食レポお願いいたします、うん、いやー、まずスープからいただいていっちゃおうか、うん、こういうのね、連携はスープから、そういただきます。音うまい、音残り30秒、残り30秒、ドイツ、ね、キーワードだけいきましょうか。キーワードだけいきましょう、ね、いただいていい、いただいちゃったか、キーワードいただいちゃえ。あ、そっち、違う違う、こっちの面じゃないよ、こっちの面じゃないよ、でどうでしょう。ということで、キーワード、こちらのキーワードはですね、サクサク重視サクサク重視、食べてないよまだ俺たち。俺液体だったからサクサクしてなかった。結構パタパタしてたの。いや、じゃあ髪の毛な。早く食べてください。これ色素がもうパサパサしてるから、おじさんだから潤いない。待って、残り10秒なんです。田中さん感想、雪降った、はい、いや白髪だよ。ということで、白髪のことは触れんなよ。3人、あの 3人じゃないです、3品食べていただきましたけれども、はい、あの最後に山道歩いた、白髪だって何だったの。とっておきの放送待ってます。ああ、終わってた、終わってた、入った。いや、お疲れ、リタクちゃん。お疲れです。うまいな、リタクちゃん。いや、全然ダメでした。どうしましょう。いや、大丈夫でしょ。大丈夫ないですよ。大丈夫、大丈夫よ。ちょっと一旦配信復活しましょうか、つって。ちょっと2分だけ配信復活するんで、はい、そこでちょっと食レポと、はい、あのキーワードを。食レポとキーワードだけ。あ、はいはい、試食の振り方。あ、はい、わかりました。じゃあ復活します。5秒前。そんな復活できないけどな。はい、では、お二人とも。ぜひ食べて、食べていいですか、はい、お願いします。最後ね、時間がなかったみたいなので、ちょっと箸をね、違うよ、違うよ、箸じゃないよ。よく舐めれるね、相方の指を。あ、うまいかも。美味しいですか。うん、塩気があって、じゃあそれ、じゃあ指の塩味なのよ、それ指の塩味、指の塩味。いや、でも美味しかったよ、すごい。あ、本当ですか。うん、ということで、では残り1分でーす。キーワードお願いします。そうか、キーボードなら叩いたことあるんだけど。キーボード、キーボード違いますね。上に乗ってるネギ、サクサク、サク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 、アマタツー、アマタツこれ15秒です。やらねえよバーカにする、やらねえよバーカにする。この番組を見ていただいた
老夫婦の皆さんにクーポンを、ね1億2000万枚はい、お疲れ様でした。うまいわ助かったよ、ありがとう。ありがとう。なになにはえ、こういうものだいたいデリバリーですか。テレビあのあディレクター近づいてちょっと最後嘘言っちゃったんで復活するんで謝罪してもらっていいですか。大丈夫です。最後ちょっと嘘言っちゃってたんで、はい、またちょっとだけ配信復活させるんで、はい、トータルさんに謝罪してもらって、はい、はい、さっき嘘言っちゃってたんで。あ、そうかそうか、はい、そうボケるのはいいんですけどちょっと嘘はさすがにちょっとスポンサーもあるので、じゃあ真剣に謝るところだけちょっと取らせてください。あ、そうですか。じゃあちょっと真剣に謝ろう、ここはね、うんうん、ちょっとスタンバイします。それはダメだよな、うんうんうん、じゃ田中さんの振りからいきます。5秒前4、3、2、ここからトータルテンボさんより、お詫びがあるそうです。先ほどは不適切な、嘘をついてしまい申し訳ございません。藤田も相当反省しておりますんでどうか許してあげてください。すみませんでした。ごめんね、ごめんね。配信止めて。はい、と言いません。あ、どうもどうも。あの人だよ、悪いのは。そうどうも。あの人が全部悪いよね。そうね、俺が悪い。あんなに配信復活したりしないから。そうですよね、なんか生配信なのに。なんでやねん。我々はオムライスすら生かさないような感じだったんですけど、結構カットインですけどね。だから、ね、あの進行がうまいよ。そうそう、はい、はい、みたいな感じで、うん、進行がうまい。これは美咲ちゃんに言ってもらおう。はい、以上トータルテンボス押し押しドッキリでした。どういう気持ちで言ってんの。かけられて、うんうん、ニコニコしながら言ってたけど、うん。